はいどうもこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、話題のアプリを使って、8000円分の Amazon ギフト券や現金をゲットということで、今回は、昨日 Twitter 上でかなり話題になっていた、とあるアプリについてですね。この動画では、とあるアプリをインストールして、状況を満たすことで、Amazon ギフト券が8000円分ゲットできるキャンペーンについてお伝えします。視聴者さんもかなり気軽に参加できるので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。 ということでね、その話題になっているそのアプリなんですけども、それがこちらの TikTok ということで、まあ、僕の動画でちょくちょくね、動画の冒頭とかで紹介をしていたんですけども、今回はこれですね、かなり話題になっているキャンペーンが開催しておりましたので、シェアさせていただきたいと思います。で、そのキャンペーンがお題にも入っている、8000相当の Amazon ギフトゲームがもらえるっていうキャンペーンでございます。このキャンペーンですね、結構面白いような感じなんですよね。まあ、実際の画面を見ながらですね、解説をしたいと思います。これが、その TikTok の、ね ねキャンペーンページなんですけども、もうパッと見た瞬間何これって思う方いらっしゃると思うんですよね。見た感じ怪しいですもんね。豪華報酬を獲得しました。8,753.51っていうね。で、まあこの金額なんですけども、まずこのキャンペーンをスタートするときはなぜかですね、始めたときは6,400っていう風にすでに最初から表示がされておりました。これは正直なんでかわかんないです。で今回のこのキャンペーンなんですけども、TikTok を新規でダウンロードされた方はもちろんなんですけども、すでに登録をされている方でもさん が可能です、すでこのキャンペーンは専用のリンクをですね、作成して踏んでもらったらポイントを貯めることができます。そのポイントっていうのがここのポイントですね。バーが溜まって8000分まで貯まれば OK です。で、この8000分まで到達することによって Amazon ギフト券に交換したりとか PayPal っていう決済サービスを使って現金化することも可能でございます。まあ、ここまでお伝えしてもやっぱりですね、ちょっと意味わかんないと思うんですよね。なので簡単に流れをまとめると、まずは TikTok をインストールします。で、新規でインストールされた方は 今現在最大で3000相当のポイントもゲットすることもできます。で、そこからですね、専用のドリンクを作成すると。で、中にはですね、すぐにリンクが作成できない方もいらっしゃるかもしれませんので、そこはちょっと注意してください。で、次にリンクを SNS 上、まあ、例えば Twitter とか Instagram、ま、あ何でもいいと思うんですけども、そういったところでリアルな友達で、家族とかでもいいんですけども、紹介をしてリンクを踏んでもらうと。で、条件をクリアして8000分まで到達すると。で、その8000分を Amazon ギフト券ですとか PayPal に入れて現金化することもできるということでございます。 まあ、正直ね、ここまでお伝えしてもなかなかイメージ湧かないと思いますんで、僕も早速やっていましたんで、こちらをぜひ参考にしてください。まずはですね、TikTok をインストールした状態からスタートします。で、インストールした状態から、これ僕の TikTok のアカウントなんですけども、右下のプロフィールをタップしていただいて、そしたらこの画面が出てきます。で、そこからですね、左上のこの音符のマーク、TikTok の黄色の音符のマークが出てますんで、これをタップしてください。そしたらですね、今回のこのキャンペーンページっていうのが出てきます。で、今回まずタップしていただく ここのお友達ををを招招待待しししてて8000本を獲得すすするるといいうところをタップたただきますそしたらで、すすすねね今お伝えしたこここの画面が出てきますここまででは大丈夫ですか、ね、でそこから今回はここのお友達を招待して稼ぐというところをタップしていただいて、そしたらですね、こういったシェアするためのメニューが出てきます。まあ、リンクコピーしたり、LINE で送ったりとか、サファリで開いたりとか、まあそういった方法でもいいんですけども、例えばですね、ここのリンクをコピーをタップしたら、一旦ですね、この招待コードのリンクがコピーされて、それをですね、例えば LINE で送った場合、 こんな感じで送ります。こんなねリンクが出てきまして、line の場合、こんな感じの画面が出てきます。なので試しにね。相手方に line で送った場合とかこんな感じの画面になるんで試してみてください。で、他にもですね。僕の場合、twitter 上で発信もしてるので twitter で昨日ね。こんな感じに初めての方とか、すでに始めてる方のリンク、それぞれ分けてまあ、発信をしたりとかまあそういった感じで行っております。でですね。コピーしたリンクを sns 上とか招待した人にまあ、踏んでもらった場合なんですけども、画面上はこんな感じの画面になります。8000分の豪華報酬は獲得する。8000 1000円分今すぐ交換するっていうような画面が出てきます。で、リンクを踏んだ方はですね、ここの今すぐ交換するっていうところまでタップしてあげてください。そしたらやっと相手方にですね、この画面からこんな風にですね、報酬が入るというような感じになります。これちょっと謎なんですけども、踏んでもらった方によっては金額がちょっとバラバラだったりするんで、正直これは僕も色々調べたんですけども、よくわかりません、正直なところ。僕もシェアしてもらったリンクを踏んだらですね、上限に到達したりとか、なんか制限 がかけられたりするので、そういったた場合は翌日に持ち越してままリンクを踏んだりとか、まあそういいった感じでで試してみてみくださいでありがたいことにですね、たくさんの方にリンク踏んでいただきまして、僕の場合、こんな風に8000分獲得しましたという風に出てきました。これで、まずは達成ということでございます。こんな風に報酬獲得しましたということで出てきまして、さらに8000分を獲得するというところがあるんで、これをタップすると、またさらにですね、 6400円分からスタートして、2週目 ?2 回目もできるっぽいんですよね。ですけども、これ人によってできる方とかできない方とかもいらっしゃるみたいで、ちょっとここも正直僕も謎なとこではあります。続きまして、今回そのいただいた8000円分のポイントの交換方法ということなんですけども、ここのポイントのところにですね、ご自身が溜まってるポイントが出てますんで、そこの部分をですね、タップしていただくと、こんな感じの残高が出てきたりとか、特定の交換先とか出てきます。 こんな感じで、今入っている残高とかが表示がされるんですけれども、ここ見ていただきたいんですが、先ほどいただいたスーパーボーナスでの豪華報酬、ちょっと桁が違うんですけども、これは TikTok で言うと8000円相当に該当します。で、交換方法ですね、先ほどもお伝えしたように Amazon ギフト券に交換ができたりですとか、PayPal に交換することもできます。で、交換するときの条件なんですけども、ちょっと色々ページに記載があるんですが、ポイントの交換自体は1日に1回まで。 で、次に、一度にですね、1万円以上の交換はちょっとできないっぽいんですよね。で、先ほどの8000をですね、1回で交換できる方も中にはいらっしゃるみたいです。ですけども、ある一定のポイント、例えば1万円以上とか、2万円とか3万円とか超えてた場合は、1日1回1500円まで交換ができますんで、まあ僕の場合ですね、まあちょっとそれに該当してたんで、一度に8000分がちょっとできなかったんですよね。なので少し多めのポイントを持っている方は、1日1500円までなんで、まあ何日間かに分けて、ポイントを交換してみてください。で実 実際の交換方法なんですけども、この1500円をですね、タップして、特典交換というところタップしていただきます。そしたらですね、この出勤1500円分、出勤講座ということで、僕はこのペイパルを選択している状態なんですけども、ここをですね、タップすると、ペイパルとかアマゾンギフト券とか出てきます。まだリンクされてない方はですね、それぞれリンクしていただければと思うんですが、もしアマゾンギフト券を交換した場合なんですけども、こんな感じでアマゾンギフト券の交換の履歴を見ると、まぁ、あ、こんな風にですね、1500円が、まあ、僕の場合なんですけども、分けた状態で交換 っていうような感じに出ております本当はねまとめて2,3000ポイントとかやりたいんですけども TikTok の使用上なんかできないっぽいのでここは気をつけてくださいちなみにその PayPal なんですけどもまあ、聞かれたこともある方いらっしゃると思うんですけどもまあ一つの決済サービスみたいなものですで僕は PayPal のままねそのまま画面を進めると出金を確認って画面が出てきますんでそのまま出金確認をタップしてこれで出金処理中ですという風に出てきますだいたい数時間以内に僕の場合反映されてることが多いですねで実際の PayPal の画面を見ると僕の場合はこんな感じで出て おりますペイパル残高1500円ということで、ものの数分ぐらいで反映されてましたね。ちなみにここをタップして画面を進めると、ペイパル残高が出てきまして、現金化する方法はこの出金っていうところですね、タップして、そしたら連携してる銀行口座が出てきます。僕の場合ね、ペイパルをちょくちょくちょっと使ってたので、銀行口座とかを連携して、 まあ、アカウント自体はちょっと作成している状態にはなるんですけども、もし持たれてない方はアカウント作成などを行って、あと銀行口座と連携する必要がございます。で、この銀行口座で問題ないかっていうことで、そのまま次 A を進むと、送金する日程として3から6営業日、かなりかかります。で、手数料がですね、なんと手数料5万円未満の場合は250円も手数料がかかるんで、まあ、それも踏まえた上で現金化したい場合はこのまま次へで進んでください。ですけども、そういったトータルを踏まえてももうアマゾンギフト券で いいいやっていう方はギフト券に入れた状態で、ポイント移行させてもいいいいかなという,ふうに思いますで今回のこのキャンペーンに参加する上で絶対に知っておきたい注意点ということで僕なりにちょっとまとめたんですけども、まず一つ目は、キャンペーンが予告なく終了している可能性はかなり大というか、かなりあります。正直ね、こういったお得関連のキャンペーンはすぐに終わったりとかする場合もあるんですけども、この TikTok8000 分のキャンペーンはかなりお得だと思うんで、結構早く終わっちゃうんじゃないかなというふうに思いますね。 で、もう一つは、キャンペーン終了時点でポイントの交換ができなかった場合、ポイントの残高がゼロになるということでございます。これはですね、ちょっと TikTok のキャンペーンページのどこかにですね、記載がされてて、ちょっと僕スクリーディンショットを撮ることが忘れてたんですけども、利用規約上こういったルールになってますんで、 とりあえず、今回のキャンペーンで、もし8000が貯まったら、なるべく早く交換することをお勧めします。まあ、かなりね、めちゃくちゃぬルールなとこではあるんですけども、まあ、これはこれでしょ仕方ないなというふうに思うとこでもありますよね。ちなみになんですけども、この内容を踏まえて、現時点ではですね、なんとキャンペーンの終了日程は決まってないんですよね。なので、それもね、頭に入れた上でキャンペーンに参加してみてください。ではですね、今回お伝えしたキャンペーン、サクサクっとまとめると、まず新規既存ユーザー参加型の8000相当がもらえるキャンペーンでございまして、新規の方に関しては最低で 完全相当のポイントもゲットすることもできます。で、貯まったポイントはなるべく早く交換してください。なるべく早めに交換してください。 でですね、ある程度溜まってる方に関したら、1日に1回まで交換することができるんですけども、1500円までしか交換することができませんので、気をつけてください。ちなみにですね、欲張って1万円とか2万円とかはタップするタブがあるんですけども、そこを何回も何回もタップしたら制限がかけられたりするので、かなりポイントを持っている方は、間違って何回もタップせず、もう、お利口さんに1500円っていうところをタップして交換することを僕はお勧めします。そしてですね、早期終了も考えられるため、取り組む際も、なるべく早く取り組んでください。で、最後 最後になんですけども、この動画を最後まで見ていただいている方はね、おそらく僕の動画をよく見ていただいている方だと思うんですけども、今回のこの動画のコメント欄をぜひですね、活用していただいてももう OK です。昨日はね、ちょっと Twitter を使ってシェアをさせていただいたんですけども、僕といえばね、やっぱり YouTube が自分の場所だと思っているところでもあるので、ぜひですね、先ほどお伝えしたような、 みんなで踏むリンクに関したらコメント欄を活用して使ってください。で、使う上で一つ、まあ、注意点なんですけども、YouTube のですね、システム上、コメント欄にリンクを貼ったりすると、まあ、中にはスパム扱いになる可能性も考えられるため、まあ、うまくですね、リンクとかが表示されないということもあるかもしれないので、そこはご了承ください。これはね、正直僕としても、どうしようもすることはできないんですけども、うまく貼れる方も中にいらっしゃると思いますし、うまく貼れない方も中にはいらっしゃるかもしれないので、まあ、試される方はですね、そこも頭の 片隅に入れておいてくださいあと僕なりのルールもう一つ追加なんですけどもリンクを貼ったりする場合はもうこの動画のみでお願いしますもう他のところのね動画とかに貼ったりしてもコメント欄が大変なことになっちゃうんでこの動画のみでお願いしますでないとは思うんですけども何かしらの警告とかあった場合はですねこの動画も削除する場合とか非公開にすることもあるかもしれないのでそこもご了承くださいまあそんなこんなで今回は TikTok で最大8000分のポイントがもらえるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました正直ねこれ昨日の昼 今ぐらいから盛り上がってて僕自身も全部が全部理解してるわけではないんですよねですけども現時点ではとりあえずこの8000分の中の1500円はペーパルにね移動することができているのでまあ、毎日ねコツコツ1500円に分けてポイントをどんどんね移行していこうかなという風に思ってますでですね今回お伝えさせていただいた僕ゆずひこのリンクは新規の方向け既存の方それぞれのリンクは概要欄に貼っておきますで先ほどもお伝えしたようにコメント欄に関してはですね視聴者様参加型ということで 自由に使っていただいて結構ですので、先ほどね、お伝えしたルールを踏まえた上でぜひ参加してみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました